こんにちは、体の硬い人のためのパーソナルヨガスタジオ頑張りジムの杉川です。今日はダウンドッグを、深めるシーケンスをご紹介します。この動画は、グループレッスンではなかなか聞くことのできない細かい体の使い方やヨガの少し深い話について、お伝えしていく内容となっております。ではダウンドッグ、ちょっとシーケンスとしてやっていきましょう。ちょうど僕自身も朝一で硬いので、まずダウンドッグをして今の自分の状態をチェックしていきます。で、1回戻ります。で、ここから、四つん這いの土台からちょっと作り直していきましょう。腕を内ねじりします。その時肩甲骨もちょっと前に出たら、ここから肩甲骨を寄せて、ここからクロールみたいにぐーっと手を回しながら戻します。そうするとガシッとした感じが出てくるので、反対も同じようにしましょう。内ねじりして、内ねじりしたまま肩甲骨を背骨に寄せます。そこから手をぐるっと回して手をつきます。そしたらこの状態からラウンドッグに入るようにしてください。そうすると背中が楽に、つくのを感じられます。そしたらここから少し膝を曲げます。膝を曲げたら猫のポーズのようにちょっとこう手を押した力が仙骨に伝わるように、足を押した力が仙骨に伝わるようにして持ち上げます。ぎゅーっとお腹に力を入れてきます。で、お腹に力を入れたら、そこからぐーっと、かかとを押す力で、胸を斜め前に押すようにしながら、ゆっくりと下についていきます。これ、かかとがつききれなくてもいいですよ。なんならこう、浮いた状態でもいいんで、かかとを押そうという力で、胸を押し出すようにしてください。ゆっくり戻ります。そしたら、ここから、右足を前に、左手を、右手を腰、そこからぐーっとこう側屈をするようにぐっと左手で地面を押します。で、側屈するようにしたら、ここから手を前からぐーっと開いていきます。息を吸って胸を広げます。吐きながら少しずつ開いていきます。胸骨を押し上げるようにして、胸を開いていきましょう。手を後ろじゃなくて胸骨をぐーっと押し出す感覚がいいです。最後吐きながらもう少し深く開いて、吸いながら戻って四つん這いになります。で、一度ダウンドッグ、軸、今だったら左手の方が長く感じます。で、また四つん這いに戻って、左足を前に、一度左手を腰に、ここから脇の下から手をぐっとこう押すように、ちょっと側屈する、横にこう側屈する感覚で押して、ぐっともうこれ以上こう押せないな、腰骨から手を押すようにイメージして、腰骨から手だと思って押して、もう押せないなと思ったら、手を前からぐるーんと回して、胸を開くように持ち上げます。息を吸って、吐きながら少しずつ開いていきましょう。右の腰から手をぐーっと押し続けるのは、ずっと続けてください。最後吐きながらもう少し深く開いたら、吸いながら戻って、四つん這いになります。そしてダウンドッグ。そうするとどん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 上半身がこう軽くなっていくのを感じられるかなと。よいしょ。で、四つん這いに戻ります。で、下半身のポジション作りですね。右足を伸ばして、くるっとこう、ももの、大腿骨ですね、ももの骨をこうねじって腰骨を前に出します。キュッと。キュッ。で、下っ腹に力が入る感覚が出てきます。で、キュッとこう入れたら、そこからキュッとお腹、キュッとしたらお腹を仙骨を膨らますようにして、そこから腰を落とします。そうするとやってみると分かるんですけど、この辺がガシッとした感じになります。で、反対もこうして、キュッと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 入れて、そこからグッと戻して、ガシッと戻します。そしたら、もう一度ダブルドッグ。すると自然に深まってる感覚が得られるかなと思います。そこから開き気味で一本足のダウンドッグ。左手で押した力で右足をぐーっとこうクロスで押す感じですね。左手で右足を遠くに伸ばしながら、できればクマラシバナスが開いてくると、みぞおちからぐーっとこう、みぞおちからかかとまでが伸びるようなイメージになってきます。水落ちからが足だよーって感覚で伸ばしたら、
ゆっくり戻します。そうすると引き込みやすくなってるのを感じます。で反対も同じようにやっていきましょう。右手で押した力で左のかかとをぐーっと遠くに押すようにイメージします。そしたら微動力伸びる感覚がしてきます。息を押して胸を開きます。吐きながら右手で押した力でかかとを遠くに、最後吐きながらぐーっと押した力で遠くに持っていったら吸いながら戻ってラウンドに入ります。でもう一度少し膝を曲げて仙骨をぐーっと引き上げます。そしたらこの状態から右のかかとだけ、つま先を指先を上げるようにして土踏まずをつくような感じで押しに行きます。そうすると自然と、かかとがつく力が入ってきます。で戻します。で反対側もつま先を上げるようにしながら土踏まずをつけるようにぐーっと手で押した力で土踏まずを押しに行きます。戻ります。で両方つま先を上げながら突き踏まずをつけるような感覚でぐーっとつけに行きます。息を吸ってこの時丸くなっちゃったらいいです。吐きながらぐーっとつけに行きます。吸って吐いて吸って吐いて楽に落としていきます。一回四つん這いで一息つきます。息を吸って吐いて吸って次の吐く息で仙骨をぐーっと持ち上げてダウンドッグに入っていきましょう。でちょっと膝を曲げて一度仙骨をキュッと膨らまして、そこからかかとをつく力で胸骨を斜め前に押し出すようにして、手は、下じゃなくてこう押し出すようにイメージします。あとは重さで落ち着かせて少しずつ落としていきましょう。ゆっくり戻ります。ポーズ単品で練習するよりもやっぱりちょっとシークエンスという形で実はの練習した方がいい刺激というのが体に入ってくるし、なんだろう、そのポーズ用の練習じゃなくてもうちょっと全体的なこう体の感覚を作ったりとか気づきとかが生まれるので、もし余裕があったりする場合は少しシークエンスの形で苦手なポーズっていうのは練習するようにしてみてください。もしそういうのがなかなか自分だとアイデアわかないよっていう場合はぜひスタジオにお越しください。マンツーマンのレッスンではその人に合ったものを提供させていただいております。それでは皆さんの練習が心地よく力強いものとなりますように。また次回のレッスンでお会いしましょう。